皆さん、スマホと腕時計の回収にご協力いただきありがとうございます。そしてこんな遅い時間にお集まりいただき感謝します。平井刑事、今さら事件の犯人が分かったって本当なんですか？ええ、やっと突き止めました。15年前の6月22日、森下さん一家の自宅に押し入り、金品1000万円分を強奪した強盗犯の正体をね。嘘、もう犯人は捕まらないんじゃないかって諦めてた。今から事件の全てをお話しします。皆さん準備はよろしいでしょうか？当時現場で目撃情報があった森下さんの友人の大石さん、そして保険屋の真山さん、森下さんの会社の部下の本田さん、3名に絞られた容疑者全員のアリバイは十分に立証済み。さらに防犯カメラに映った犯人の特徴と点でにつかない。刑事として私も頭を悩ませました。しかし刑事人生の意地とプライドをかけて15年間地道に捜査を進め、ついに全てが分かりました。犯人は一体誰なんですか？刑事さん、すみませんね、バレることのないと思った犯行を暴かれる人間の顔が今から拝めるのかと想像すると少し舞い上がってしまいまして。それってこの中に犯人がいるってことですか？その通りです。そんな、この中に一体誰なの？刑事さん、さっさと教えて。まあまあ焦らないでください。今から犯行の手口を全てご説明いたします。がその前に大石さん、突然ですが虹は何色ですか？虹の色？七色ですかね。本田さんは？七色に決まってます。真山さんは？何言ってるんですか？事件に関係ない話はいいから、さっさと犯人は誰か教えてください。もう少々お待ちください。皆さん、虹は7色とお答えになりましたが、実は虹というのは赤道との距離の関係で国によって見え方が変わるんです。そうなんですか？地球上全ての人が七色に見えているわけではない。しかし我々は先入観にとらわれ、自身が認識している範囲で物事を判断してしまっているんです。私もすっかりこの事件の捜査にあたって長い間先入観にとらわれてしまっていました。しかし今や全ての謎は解けました。一体何が分かったのか教えてください。そうは当てずに、我々は被害者宅の防犯カメラに記録されていた映像から、犯行時刻は18時0分、犯人の身長は180cm 超え、体重は 100kg を超えている、大柄の人物だと特定していた。しかし目撃情報にそんな人物は存在せず、捜査は極めて難航した。しかしこれが犯人が仕組んだ巧妙なトリックだったのです。どういうこと？しかしこれが犯人が仕組んだ巧妙なトリックだったというわけです。いや、だからどういうことですか？実は我々が見た映像は偽物だった、つまりフェイクだったんです。え？いや、我々も映像見ましたけど、あれは被害者の家で間違いありません。そう見せていただけなのです。犯人は被害者と全く同じ家具や家電、小物に至るまでの全てのものを取り揃え、自宅に被害者の家を完全再現した、つまりコピー。コピー？そんなことが。そして差し替え用の防犯カメラ映像を作るために、偽の被害者宅、つまりコピー被害者宅で犯行の一部始終を撮影、つまりレックしたのです。それも偽の映像の時計を10分早めることで犯行時刻も操作した、つまりミスリード、つまりコントロールした。犯人が疑われないように自分とは全く体型の異なる人を使って犯行を行わせた。そしてそれを事件後、警察が到着するまでの時間で差し替えたのです。そんなのに協力するやつがいるのかよ。確かに何も知らない人にそんなものに協力してもらったら強盗じゃないかと疑われるリスクがある。しかし犯人は強盗に協力しろとは言わずに再現をすることができた。そうですね、ドラマの撮影とでも装って大柄な役者、つまりアクターを雇ったのでしょう。ドラマの撮影？そうです。何？嘘、ドラマの撮影って？そんなことができるのは映画監督だけでしょうね。ということは、容疑者の映画監督を仮に X とでもしましょうか。我々は X に目星をつけ、 X の過去作品に出演していた役者全員を調べ上げました。そしたらいたのです、防犯カメラに映っていた人物が。この人物を仮に Y としましょう。 Y は身長180cm 110kg の人物であり、防犯カメラに映っていた人物と完全に一致するのです。Y は実際に X の撮影と称された銀行強盗のシーンを撮影したと証拠とともに証言してくれたのです。これで全ての証拠、オールピースが揃いました。事件を追いかけ続けた私、仮にタンジェントとしましょう。タンジェントは Y の証言により X を突き止めたのです。つまり X は、犯人は、X はフ
さすがは映画監督、あなたの書いたシナリオに我々は完全に踊らされました。犯人は犯人はお、え、何の音？時計じゃないですか、24時のアラームだ。ああ、で、で、あ、そっか、犯人は大石さん、あなたです。え、やっぱりお前か、映画監督大石。よっしゃー、え、え、危ねー。いや、危ないじゃなくて、全部バレてるから。え、今もあれだよね、23日になってるよね。そうだけど。あー、よかったー、時効達成。え、いや、確かにね、うん、確かに犯人は、あの、俺です。ただね、あの、今24時になった時点で事件からね、丸15年経過しまして、時効が成立しました。逃げた、危ねー。え、待って、え、嘘嘘嘘、え、嘘でしょ。え、時効、え、時効、え、時効ってどういうこと。え、逮捕できないの。あ、そう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 、そういうこと、そういうこと。そっか、え、今日で15年経つ、え、経つのか。そうなのよ、そうなのよ。あのね、今日呼ばれた時、もうこのタイミングでバレんのかいと思ってめっちゃ慣れたんだけど、あの刑事さんが無駄に話長かったおかげで時効を迎えられました。ありがとうございました。ミスったー、無駄に話長くした。うわー、もったいぶらずに逮捕すればよかった。時間かけちゃった、カッコつけちゃった。わざともったいぶってたの。いや、だって15年必死に捜査続けてやっと犯人分かったから、自分の推理をね、みんなにこう見て見せたいっていうのもあって、余計な囲碁が最悪の結果招いちゃってる。刑事さんが無駄に例え話多いおかげで時効を迎えることができましたんで、本当に感謝します。うわー、ミスった、すっと本題行けばよかった。え、確かに虹の話とかいちいち例え話みたいなの長かったですもんね。同じセリフ2回言ってたりしたし。うん、あと無駄にカタカナに言い直す時間とかあった。いや、だってできるだけかっこいい言い方でさ、推理したいじゃん。いや、かっこつけれてなかったですよ。なんか X とか Y とかタンジェントとかややこしい説明してたし、なんか無駄にめっちゃ笑ってたし、あれいらないですよ。え、ちなみになんだけど、推理は合ってた？あ、全部合ってました。合ってたんだ。え、合ってたんだ。完璧に合ってたんだ。合ってたのに時効来ちゃったんだ。うわ、もっと早く言えばよかった。うわ、最悪だよ。もっと早くって、もっと前から刑事さん、犯人は誰かって分かってたってこと？ぶっちゃけ1週間ぐらい前には分かってた。なんでその時すぐに逮捕しなかったんですか？いや、だってね、その、犯人はお前だってこう推理を発表する、これが刑事として一番テンション上がる時間なのよ。はぁ？いや、長年一人で犯人を追い続けて、やっと全部の謎が解けてから、いざ犯人を逮捕するまでの時間って、こう最高の時間なわけね。それ、それすぐ終わっちゃうのあれかなっていう、なんかその付き合う前の時間みたいなやつ、あのじっくり味わいたいみたいな。いや、知らないよ。その結果犯人逃してたら意味ないでしょ、そんなの。今日のために一応新しい衣装も買いに行ったし。その服今日のために買ったんだ。美容室も行ったしさ。関係ないでしょ別に髪型は。ね、あと普通に練習とかもいっぱいしたし。練習？そうよ、さっきのあの推理を発表する練習。できるだけ噛んだりしたらさ、ダサいからさ、友達呼んでさ、カラオケに、でちょっと見ててって言ってこう付き合ってもらってさ、練習してたんかい。うん、で友達となかなか予定合わないから結構遅れちゃってみたいな、こうで今日になったみたいな、なんか友達のせいでもあるんだ。友達に罪なすりつけ出した、めちゃくちゃじゃんこの刑事。ああ、平井刑事、俺の勝ちっすね。15年の捜査が水の泡になりましたね。うわ、最悪だ。てかなんで強盗したの？森下はね、常に俺のことを見下してきたんですよ。俺はあいつが憎かった。高級時計や高級車を見せつけてきて、しまいには俺の狙ってた女もあいつに取られた。だからです。だからあいつの家に強盗してやったんですよ。なるほどな。そこまでは見抜けなかったが、逮捕します。いやいや、だから時効成立してるから無理だって。実はね、まだあなたを逮捕する十分な証拠は揃ってなかったんです。しかしたった今、あなたは自らの罪を自白しました。はあ？だからもう今6月23日の0時8分、もう時効成立してるから今更逮捕できないって言ってんの。実は皆さんが来る前、この部屋の全ての時計に細工をさせていただきました。は？細工？先ほど皆さんからスマホと腕時計を回収しましたね。つまりこの部屋に今時計は一つだけ。あの時計、皆さんが来る前に細工をさせていただいたんです。あの時計は10分早く進んでいるのです。10分早く。6月22日23時58分、大石昭弘、え、逮捕。